発芽になっちゃうなマイク。なんでだろう。2名さんいらっしゃい、和骨。なんだろうな。お風呂入ってるでしょうか。いっぱい入ってる。うん。ふわち始めたよ。6人来たもん。ちょっとトイレ行ってくるわ。お腹痛いな。食べ過ぎた。うん、食べ過ぎた。お腹いて。Thank you.
するぞ。お、いっぱいコメント来てる。ノンタもコメントしてる。これは怒られる。なんだ、うん、うんこ。ただいま。20名さんいらっしゃい。マイペースからいける。すごい。奥さん、いくよさんいらっしゃい。まだいたんだ。あ、ハンバーガーありがとう。風船ありがとう。ハートありがとう。初見です。まだお邪魔します。昼寝、アルキさんいらっしゃい。はい、ワドツ。みんなワドツ。いやー、ここがふわっちです。ようこそ僕のふわっちへ。昨日すごかったんだよ。おすすめ1位に乗ったの。だからデイリーランキング今4位なんだよ、俺。あ、香川さんがいる。あ、鶴の新さんがいる。鶴の新さんがいる。うん、鶴さんがいる、鶴さんが。ただいま。なんかね、ふわっちはね、画質はいいんだけど、タイムラグがね、10秒ぐらいあるからね、って昨日教わった。うん、フォロワーが33人になってる。いいね。いいですね。お、35人に増えてる。ありがとうございます。じゃあ告知しようかな。ツイッターでシェア。メッセージはすでに送信されてます。ツイッターもう送信したか、俺。気づかなかったわ。ふわふわするんだよ。僕はふわふわするんだよ。やっぱ競合がいる時間帯は厳しいな。競合がいる時間帯はね、なかなか難しいかもしれない。ふわふわちゃん。ネックレスくださーい。いいよ。黒さん。じゃあね、俺にツイッターください。東京に住んでる人だったらリアトツしてくれればあげますよ。ネックレス。これ和道ネックレス。いいよ。大事にしてくれるんだったらあげる。うん。ネックレスあげる。俺に支援したことあるかないかっていうのはかなり重要なテーマだけどね。黒さん、俺に支援したことある？
変わったな。変わったかな。なんだよ、やめろよ、そのサムネ。なんで持ってんだよ、そんなの。それやめろよ。なんで俺の変顔サムネいっぱい集めてんだよ。おかしいだろ。コーニーさんいらっしゃい。どうもです。どうもどうも。楽しんでてください。なんで俺の変顔いっぱい持ってんだろう。もう髪の毛生えてきたんだからやめて、その変顔シリーズ。スキンヘッドだし。おー、初花火、初花火。ノタありがとう。うん、後ろにいるのにね。後ろから花火が来た。ヨンヨンさん、初見さんいらっしゃい。和骨和道です。よろしくお願いします。ふわっち2日目です。来た花火。今綺麗に打ち上がったね、花火が。いいですね、いいですね。キングスライム、そうだよ、これキングスライム、これキンスラ、かわいいでしょ。ドラクエ大好きなの。イケメン風なやつにしてよ、ミュール。イケメン風なやつ、イケメン風なやつ、ツイッターにいっぱい上がってるでしょ。イケメンサムネがいいな、俺。のんたんから援護射撃来た、ありがた、ありがたっす。みんなツイッターで拡散して、和道の放送やってるよって。後ろの本棚の統一感なさ。俺がね、好きな漫画をこうディスプレイしてるんだけど、これがワタモテってやつで、これが僕らのっていう作品、僕らので、これがボーイズオンザラン、結構いろんなの読むんだよね。で、これが四つ鳩で、これがワンピース、これがグラップラーマキ、これが、ジョジョリオン、これが普通の本。あれ、俺今見逃した、花火入った。あー、花火ありがとう、ごめん、見逃した、タイミングずれた。ありがとうございます。なんた、窓にあるのはリュウくん。リュウくん、あ、違うよ、これは俺が描いた絵で、スティーブ・ジョブズです。これは僕が描いた絵で、スティーブ、和道画伯が描いたスティーブ・ジョブズです。で、これは職場の先輩からもらった、あの画家さんなんだけど、職場の先輩さんが描いたダンテの考える人、ロダン、ダンテ、なんだっけ、忘れちゃった、考える人ですね。今の花火すごかった。なんか特別なやつだね、これ。うん。それは、かっこよくないかな。うん。今の花火はなんか特別バージョンだよ、確か。かなり課金してないともらえない花火だと思う。昨日調べたから間違いない。34名さんいらっしゃい。おー、すごいすごいすごい。おー、すごいすごいすごい。これすごい。ありがとう。クワッチ花火。ありがとうございます。やべえな。プレミアムふわっち花火だ。40名さんいらっしゃい。楽しんでってください。和道です。飲んだらすごいね。あ、ああ、大丈夫ですか、顔。あ、おはようございます、師匠。ファイター佐野さん。ファイター佐野さん。顔が、すげえな。顔すげえことになってるな。これ本人かな、これ本人じゃないよね。多分、珍味団の方だね。はじめまして、和道です。おげるげ、おい。昨日よ、自転車のよ、鍵をよ、探してたらよ、後ろからよ、若えやつがよ、おいっつって、なんか因縁ふっかけてきてよ、なんかぶん殴ってきたからよ、バッチバチにしてやったよ、ああ、つって。俺太った、ちょっと太ったよ。佐野さんストリートファイターの負けた時の顔みたいでウケる。あー、わかる。ティーティーンの時だね。カウントダウンしてる時だね。そうだ。ストリートファイターのね。ハッチいらっしゃい。なんかその黒バージョン懐かしいんだけど、メッツの。メッツのコーラ意外と美味しいよね。ありがとう。みんな来てくれてありがとう。46名さんいらっしゃい。そして、80名さんぐらいさようなら。闇との動画上がりすぎ？何闇との動画って、うん、44名さんいらっしゃい。
100名さんぐらいさようなら。うん、やから先輩っていう人が1位なんだ。やから先輩すごいね。184人集めてる。この人はふわっちの帝王なのかな。うん、すごいね。45名。なんかニコ生と全然違うんだけど。闇将軍？闇将軍との動画ってなんだろう。俺全然闇将軍とコラボしてないよ。最近は。全然やってない。ふわっちのファンになってるからね、俺今。今6時半か。そんな時間か。痩せないとな。そうなんだよね。顔パンパンになっちゃったんだよね。お腹もブヨブヨなんで今。少しっていうか多分10キロぐらい太った。怒りの電話？サザエさんの時間？サザエさんってこんな時間だったっけ？もうテレビ見なくなったからだいぶ経ってるからな。テレビなくても生活できるし、ニュース見なくても世の中は回るっていうことはよく分かった。もう7年間ぐらいテレビ一切見てない。全く困らない。ただ、ちょっと困るっていうか、残念だなと思うのは、オリンピックのシーズンとか、なんかこう、年末とかあるじゃん。そういうシーズンになんか、家でボノボノテレビ見て転げ回りたいなっていう時にテレビがないのはちょっと悲しい。野球でサザエさん入ってないんだ。まあ今のご時世テレビいらないでしょ。ネットの方が面白いでしょ。放送やるようになったから。まあその前からだいぶ見なくなってたけど。ロアコさんとは今でも連絡取ってますよ、ヨイヨンさん。前にふわっち登録した時のまんまだな、サムネ。ああ、いいじゃん、でも。ふわっちは黒サムネ。普段は緑サムネでいいんじゃないの、メッツの。ありだと思うよ。メッツだったら、ハッチだってすぐわかるから。うん、いいと思う、このサムネは。やっぱサムネはね、コロコロ変えない方がいいよ。うん、前の面影は少し残してた方が絶対いいと思う。俺もね、一番受けが良かった頃のサムネに、ちょっと変えようかなと思ったのも、赤いサムネ、うん。赤に顔半分のサムネ。あれ良かったから。あれと今のサムネをうまく合成しないとね。多分ね、あのサムネに戻したらね。わかった。サムネは変えないね。やめて。うん、ふわっちはノエルやら問題民引っ越し多すぎ。そうなの？ノエルも今やってるんだ。っていうかあれしょ、注目され始めたんじゃないの？大手が。稼げるわ、つって。多分ね、ふわっちの話題、ふわっち行こう、ふわっち行こうってすごい言われてたから、ふわっち今結構、いろんな人が来て伸びてるんじゃないのかな、わかんないけど。リスナーの数も結構いるし、安定してきてるし。なんか FC2 ぐらいの力はついてきたんじゃないの。今だって香川さんもやってるしさ。結構これ大事なことだと思うよ。ゆいがさん？ゆいがさんも来るんじゃないの？わかんないけど。だって、ちゃんまんもやってるんでしょ、今。アイラも来てるしね。っていうか、もともと生主やって、大手になるような人って問題児ばっかりだから。だからだと思うよ。そっちだと思う、原因は。テレテスで外配信ってどうなの？多いの？外配信ふわっちって多いのかな？外配信ってあんま少ない？どう？外配信興味ある。あ、のりこさん花火ありがとうございます。くみたん、ハートをプレゼントありがとうございます。くみたん、バーガーをプレゼントありがとうございます。では、花火を
あの送っていただいたので、リクエストください。僕はですね、花火を1個プレゼントされるごとに好きな曲を、長渕剛風に歌います。ワンフレーズだけ、花火をした数だけね、リクエストがあったら、長渕剛風で聞きたい歌があったらワンフレーズ歌うので、のりこさん、大好きな歌を1曲プレゼントしますよ。もしよかったら曲書いてください。あ、そうなんだ。鮫島姉妹いるんだ、兄弟。ミシューなんか、オッケー。抱きしめて、せ、あふれる、ハッド、の長い曲選んじまって、思いが、胸に、込み上げてく。ありがとう。これ曲のあれだね、サビ長いのダメだね、ちょっとバラード良くないわ、バラード良くない。僕はですね、あの長渕剛やるんで、花火一発のたびに、はい。何でも長渕剛で歌うんで、花火いただければ、ありがとうございます。そう、昨日ね、なんかね、YouTube たくみさんが動画上げてるじゃん。で、自分のタイムシーンで、おー、たくみさん仕事早いって見てみて、長渕見てみたんだけど、あ、これ面白いわ、と思って。そうそう。なんか真後ろにいて花火投げてるから。面白いよね。はい。腕の動き見てたら、ザブングルの加藤にしか見えない。悔しいですの人か。目細い人ね。はい。もしよかったら皆さんもリクエストしてください。よろしく。面白い。長渕剛っていいよね。幸せになれるよね。あ、鮫島さんやってる。鮫島さんが始まった。キロフィナーレ香川さんがね、今1位だね。はい、ワード2、田中さん久しぶり、いらっしゃい。カッチカチ、これしょ、カッチカチやで、の人でしょ、これしょ、あいつ見なくなったね、ザブングルね、最近。昔結構見たんだけど、長渕なら夏祭りって曲が好き。あ、聞いたことないな。俺ね、違うの。長渕剛が好きなわけじゃないの、別に。なんか勘違いされるんだけど。ただ、長渕剛で他の人の曲をうまく歌うことができるだけであって、長渕の曲全然知らないの、俺。ふわっちいいでしょ？みんなね、結構あったかい感じだし、面白いんだよ。うん。昨日なんか80人ぐらいいたよね、アクティブね。結構楽しかったよ。結構楽しかった。あ、風船10個ありがとうございます。うん、結構いいシステムでね。なんかね、居ついてる人がね、FC2 みたいな感じ。FC2 とキャスを足したような感じの客層。で、結構面白かったのが、あの、ニコ生とかキャスとかで、ね、金の話するとリスナー引くじゃん。なんか、え、金の話みたいな。なんか、え、何小じきみたいなノリがあるじゃん。だけど FC2 じゃなくてフワッチの面白いところはみんなリスナーが金の話ばっかりしてるの。ワード稼げるよとか、超最高だよとか、もうガンガン稼ごうぜとか、ここ金持ち多いよとかをリスナーがガンガン話してて、金の匂いがプンプンするんだよ。超面白いよそこが。ねえ、なんて昨日金の話ばっかりだと思ってみんなで、ワードやろうぜ稼ごうぜとか言って、で結構ねウェルカムなのみんな。なんかね、文化が独特なんだよね、やっぱ。いや、なんか風船その自動延長が出てこないね。多分、俺が配信始めた時にポイント何ポイント持ってるかじゃん。そうそう、ポイントで延長できるんだけど、今出てないんだよね。で、4時間まで。その代わり、延長するのに50円かかるの。自分のポイント50円分のやつが、あの、使わないとダメ。そういうね、なんか感じ。フォロワーさん、ヘイルさん、フォローありがとうございます。よろしくお願いします。風船ありがとうございます。皆さんもポイント余ってたらポイントください。もし、花火投げてくれたら、その分長渕剛やるんでね。よろしくお願いします。
タバコ今高いっすよ。一箱ね、480円かな今。俺が吸ってるタバコはね、480円。そう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 。で、1ヶ月に50万円まで引き下ろせるっていう感じなんだって、現金だと。ただ、手数料がさらに、なんかね、みんなが、例えば1000円で1個花火を買うじゃん。そうすると、半額の500円俺に入るの。だから半額が俺の取り分なんだけど、現金は50万円まで引き出せる、1ヶ月に1回。で、手数料がかかってもいいなら、その 50% に残った手元にあるじゃん、お金。これの 30% を手数料払うと24時間いくらでも引き出せるっていう。そういう仕組み。たくみさんいらっしゃい、岩立です。ジャンプでも今高い。ジャンプってなんだろう。風船ありがとうね、のんた。じゃない。なんかね、全部がポイントなんだって。うん。だから、多分ね、枠始めるときにポイント何ポイント持ってるかなんだと思う。あとね、コラボの設定もあるらしいんだけど、コラボがよくわかんないんだよね。うん。今のジャンプ、コツコメ終わったから読める漫画少ない。ハンターハンターがやってたらまだ読めるけどね、ワンピースぐらいかな、俺が読むの、今。風船ありがとう、クミタン。サンキューです。で、なんか、風船とかをただで手に入れるにアンケートに答えたりなんかいろいろやるらしいよ。そういうシステムなんだって。なんかただで毎日補充されるわけじゃないんだって。コラボはキャスト同じで6人までいける。コラボってどうやって設定するんだろうね。なんか設定がまだよくわかってない。お、ハチバーガーありがとう。ハチバーガーありがとうございます。それは頑張ってる。あ、そうなんだ。なんかアンケートに答えまくったり、クイズに答えまくったりすると、風船がいっぱい手に入るんだって。ただね、どれがいくらになるとかあんま把握してなくて、とにかく花火は一発500円、俺に入るっていうのだけ知った。昨日教えてもらった。うん。だからね、花火が美味しいらしいよ。残り1分なんで次枠行きます。鳥四つでございます。鳥四つでございます。バーガープレゼントありがとうございます。次枠いきます。うん、鳥四つ。うん、みんな鳥四つ。次枠も来てね。トリトリ。